本日はオートレスク主催のウェビナーということで設計フェーズ、ビーム連携、5社オンラインセミナーの第3回ですね、行動システム様と一緒に行っていきます。前回、前々回との繰り返しになりますけれども、オートレスクジャパンではこのほど日本仕様のコンテンツというのを強化しておりまして衣装、構造設備のそ揃った鉄骨像7階建て、延べ床およそ5500平米のオフィスビルのサンプルモデルというのを公開しております。 こちらについてまだダウンロードされていらっしゃらないお客様がいらっしゃいましたらこちらのリンクからダウンロードできますのでぜひダウンロードしてみてくださいまたですねこちらのサンプルモデルは 3D のビームモデルだけではなくて 2D のそれぞれの図面の出力等も出力しておりますですので2次元の図面化の際にも参考にいただけると思います こちらについての詳細はですね、本セミナーの第1回で詳しくご紹介しておりますので、もしそちらご覧になっていないお客様がいらっしゃいましたら、こちらの YouTube リンクから見ることができますので、一度参考にしてみてください。本日はですね、その中でも構造サンプルモデルを使った構造分野での連携についてお話をしていきたいと思います。 ということで、オートデスクレビットと一貫計算ソフトの連携というところにスポットを当てたお話をしていきたいと思います。これまでですね、えー、我が国の、えー、構造設計者では、異、えー、装設計者が2次元の図面をこう作って渡してきたわけですけれども、その場合においても、えー、構造設計者は一貫計算ソフト等で3次元の解析モデルを作成してきました。そして3次元の解析モデルをから、 また、個別に伏せ図や軸組み図、リストといった二次元の図面を個別に作成していったわけです。でさらに、計算書や小サイズというものも作っていきます。この中で特にですね、この伏せ図、軸組み図、リストといったところは、解析モデルの持っている情報とほぼ同一の情報を二、まあ、次元の図面として作図しているにすぎないので、まあ、解析モデルの情報をできるだけ活用した方が、より効率的に図面化ができると。 ということで、オートエスクレビット、レビットを用いると、まずこの解析モデル、三次元の解析モデルを三次元のビームモデルにデータ変換をすることによって、えーまあ、データ変換による自動入力によってビームモデルを作成していきます。またですね、三次元のビームモデルから、えー、各2次元の図面を切り出していくことによって、解析モデルから2次元の各図面までをスムーズにつなげていくことができます。一方でですね、最初にご紹介しました通り、 小設計者もビムを使っていきますと、3次元のビ i モデルがあって、その状態から3次元の解析モデルをまず作るというのは少し不自然な話でありまして、えー、このように、衣装ビームから構造ビームにまず連携をして、構造ビームから解析モデルを作っていくといったようなワークフローに変わってくると思います。 これまでですね、まず最初に解析モデルを作っていたのは、レビットをまだ使い慣れていないお客様でも、解析モデルの作成というのは今までずっと行ってきたと思いますので、解析モデルを作成すれば、ビームモデルを作成できますよといったご案内をしておりましたけれども、ある程度構造ビームの作成に慣れてきた後であれば、まず衣装からもらった衣装ビーム、そこから3次構造のビームを作っていって、構造の解析モデルへと分岐させていくといったフローになっていくと思います。 またさらにですね、衣装だけでなく設備も、えー、ビーム化をした場合には、えー、構造ビームとそれぞれ衣装ビーム、設備ビームを連携させて、さまざまな干渉を解いたりだとかそして、その結果をもとに、えー、解析モデルとの、えー、データのやり取りをすることで、えー、解析と構造ビームの整合性を取っていくというふうになっていくと思います。ただですね、構造ビームと解析モデルの連携において、ここですね、ここが度重なる連携の必要が出てきますので、 中間ファイルを介した方法ですと、まあ、なかなか手間がかかってしまうということで、本日この後ご紹介します構造システム、構造システム様のバスシックスプラスレビットオプションというものであれば、弊社のレビットの構造ビブモデルとバスシックス側の解析モデルを、まあ、まるで一つのモデルであるかのように扱うことができるというようなソリューションになっておりますので、こちらのご紹介を構造システムの田中様にお願いいたしますので、ここで バトンを渡したいと思います田中様よろしくお願いいたします構造システムの田中ですそれではあのご説明をさせていただきたいと思います画面共有をさせていただきます皆様こんにちは私は構造システムの田中と申します本日はお忙しい中本セミナーのためにお時間をいただきありがとうございます本セミナーでは設計フェーズビム連携 5社オンラインセミナーの3回目といたしましてレビットと一貫構造計算ソフトの連携について先ほど林様からご説明になりましたサンプルデータを使ってのご紹介をさせていただきます弊社では構造計算や構造解析のアプリケーションを開発しております。 一昨年の10月にはプラスレビットオプションというレビットと弊社の一貫構造計算ソフトシック6をダイレクト接続しかつデータ共有するレビットアドインソフトをリリースいたしました、ね、本日はこのシック6プラスレビットオプションを使ってデータサンプルデータの一貫構造計算との連携をお見せいたしますがその前にシック6とプラスレビットオプションについてご紹介をさせていただきます 本日のアジェンダとなりますまず前半に PAS6 とプラスレビットオプションのご紹介をさせていただきます。後半はプラスレビットオプションによる一貫構造計算ソフト連携と題しましてサンプルデータを用いた具体的なプラスレビットオプションのご紹介をさせていただきたいと思います。まず一貫構造計算ソフト PAS6 のご紹介から入ります。 バスシックスの開発思想をまずご紹介したいと思います。3つございます。まとめる構造系ソフトの統合設計環境つながるスムーズな自社ソフト関連系広がるビーム連携機能でさらに広がる汎用性この3つのキーワードを掲げておりますそれぞれについて少し詳しくご紹介をさせていただきますままずまとめるです。 バス6はバス6やバス基礎構造耐震診断を行える Dockrc、src といったプログラムをまとめてバスシリーズと呼んでおります。これらは上部構造基礎構造または新築既存の区分なく建物データを一つのファイルで管理することができます。 つまり1つのデータで新築建物から既存建物までの計算診断をサポートできるということになっております。シリーズ製品は統合されたシンプルで使いやすいインターフェースでまとめられております。例えば基礎構造や耐震診断の入力はただ単にこう入力するメニュー項目が分類されているだけでその他の操作性は全く同じです。 バスシリーズのいずれかを使ったことがあれば、他の製品でも操作はすぐに習熟することができます。次に、バス6とバス基礎構造の連動についてご紹介をいたします。従来は、上部構造と基礎の構造は切り離した計算を行っていたかと思います。ここれららののソフトを連連携するととで上部と基礎構造の連続計算さらには 上部と区域ッの一体解析、それらも手間なく行うことができます。次は二つ目のつながるです。バスシックスはバスシリーズ以外の自社製品とも連携することができます。よく使用される一例といたしまして、バスシックスのモデルをスナップに転送することで、同じモデルについての動的解析を行うことができます。 こういった工場システムのプログラム群の連携により作業効率の向上を図ることができます自社製品内では連携のメリットのあるソフトにつついてはおおむね連携ができております7割程度のソフトがつながっているというふうふに考えております次に最後の広がるですここまでご紹介いたしましたパスシリーズ内での連携 自社の製品との連携、その枠を超えてバスシリーズデータとレビットデータを共有連携するプラスレビットオプションなど、今後は自社他社の垣根を超えた入力データの活用の推進を広げてまいります。ここからはバスシックスの機能についてご紹介をいたします。入力、出力、ウィンド出力、操作編に分けてご紹介いたします。まず入力です。 3D モデル図によって建物形状を3次元表現することができます。部材の寄りや入力ミスの確認など簡単に行っていただくことができます。出力のご紹介をいたします。バス6の構造計算書は図や表などを多用して見やすい出力を目指しております。例えば柱・梁の断面データは見やすい 断面リスト形式で出力されます。中古金がある場合はそれらの本数や方向も確認していただくことができます。断面リストを別途作成される際や審査時の断面や配筋の照合作業など、そういったものも効率よく活用していただけます。計算書の付設や軸組み図、モデル図といったものはプラスマイナス九十度を回転させることができます。 例えば横長の物件データの場合に縦方向に出力できます図が複数ページに分割されることを軽減して視認性を上げることができますここからはウィンドウ出力操作編のご紹介をいたしますまずウィンドウ出力の検定筆と応力図についてご紹介いたします 検定筆の中で参照モードとして部材をクリックしますと、当該断面の入力シートが表示されます。え図面を見ているような感覚で、この入力シートの方で断面や配筋を確認したり、または NG 部材の修正作業を行うことができますえ。応力図では、具体表示の切り替えボタンを押していただきますと、RCSRC RC 像の壁開口を表示することができます。 ととと合わせててるここでで状況の把握を視覚的に行っていただくことができます出力結果は、ウィンドウ表示、えー、出力、どちらもそうなんですけれども、二次利用をしていただくことができます。例えば、計算書の表の上で右クリックをしますと、ポップアップメニューが表示されます。そこで、クリップボードへ転送を選択していただければ、この表の内容を、 Excel などのソフトへ貼り付けることができますこの機能は別途検討書作成をしていただくときに大いにご活躍していただける内容となっておりますここからはプラスリビットオプションの概要と機能についてご紹介をさせていただきます構造システムではこれまでもビ i m の取り組みを行ってまいりました 1996年には IAI 日本現 BSJ の構造分科会に出席をいたしまして ST ブリッジの使用作成に参画いたしました、えー、製品への対応としていたしましてはバススナップでの ST ブリッジ IFC のエクスポートインポートそれに、えー、インポートに対応しております、えー、このように弊社でもビムのへの取り組みをしてまいりました ただ従来のビーム対応のシステムでは ST ブリッジや IFC といったビームデータを中間に置きビームソフト構造計算ソフトそれぞれがビームデータの読み込みや書き出しを行っておりましたこのような場合ユーザー様からはビームソフトと構造計算ソフトをどうやってつなげるのですとかビームソフトで読み込んだモデルと構造計算ソフトで読み込んだモデルは本当に同じなのか といったような問題があり、構造ビームの実用化には至っていないという現状がございました。構造システムといたしましても、開発方針がユーザーのニーズと一致していない、単にデータ連携ができるだけは普及しない、といった問題がございました。そこで、もっと実用的に運用できるビームの提案をしていこうということで、 2018年の10月にプラスレビットオプションフェーズ1をリリースいたしました。先ほども申しましたがプラスレビットオプションとはオートデスク社の VIM ソフトレビットと構造システムの一貫構造計算ソフト PAS6 をダイレクト接続しかつデータ共有するレビットアドインソフトです。 ここでダイレクト接続、データ共有というキーワードについてもう少し詳しくご説明をいたします。まずダイレクト接続です。ダイレクト接続というのはレビットとバスを別々に起動させるのではなくレビットの中から自動的にバスを起動して一つの流れの中でご使用いただけるというようなシステムになっております。 現在の一般的なビームソフトと一貫構造計算ソフトの連携ですと、まあ、中間データを使って間接的に連携させるような方法になるかと思います。でその場合、先ほど林様からもお話がありましたが、一貫構造計算のソフトから中間データを出力して、ビームソフトで読み込む、まあ、言ってみれば、一貫構造計算ソフトからスタートになるというのが一般的かと思います。 その点プラスレビットオプションではレビットとダイレクトにつながりまたレビットデータをスタートすることができますまずレビットデータからスタートする方法についてご紹介いたしますレビット側で構造計算したいデータを開きますアドインからバス6の計算を実行させますそうすると自動的にレビットからバス6が起動します バス6側ではデータの修正を行ったり計算を行っていただきます。そしてレビットに戻りますと先ほどのバス6の修正をレビットモデルに反映させることができます。もちろんバス6のデータからスタートすることもできます。そのような場合はレビット側で空のプロジェクトを開きます。アドインからバスデータのインポートを選択します。 そうすると、自動的に Revit から Bus6 が起動します。Bus6 側で Revit モデルにしたいデータを開きます。で準備計算を行いまして Revit に戻りますで。そうしますと Revit 側では Bus データから作ったビ i m モデルを生成することができます。このように Revit からダイレクトに Bus に接続することができ、 かつ、モデルとしてはデビットデータからでもバスデータからでもどちらからでもスタートしていただけるというのも一つの特徴になっております次にデータ共有についてご説明をいたします従来の構造ビームではビームモデル構造計算モデルそれぞれ独立してありましたその間を中間データでやり取りしていた形になりますレビットオプションでは このビームデータをなくし、BUS6 のデータもなく,なくしました。そして Revit の RVT ファイル1つとしました。これ、バスで共有する形となっております。これによりまして RVT プロジェクトファイルだけで構造計算モデルを作成することができます。 さらにこの RVT プロジェクトファイルには b ス s 6で入力しまた b ス s 6の計算で使用する荷重データや各種計算条件データも格納しております従いましてレビットでも b ス s 6でもモデルの編集ができるということと何度でも b ス s 6で構造計算結果を再現できるという特徴がございますまさに双方向リンクができているというふうに言えるかと思います それでは次に整合性チェックの視点からプラスレビットオプションのメリットをご紹介しますまず従来のビムの運用をご説明いたします一貫構造計算業務と構造図作成業務がありまして一般的には構造計算業務が先行しますであるタイミングで一貫構造計算側から ST ブリッジや IFC を介して レビットなどビムソフトの方が読み込みを行い構造図作成業務がスタートします。この時点からデータの二重管理が始まります。その後構造計算側で断面の変更などがあった場合にはまず一貫構造計算ソフトの方でデータの変更を行います。そしてその後にビムモデルのデータの変更を行うことになります。 その後、確認申請提出や確認申請許可の段階で、計算書と図面の整合性のチェックを行います。これについては、それぞれ別のデータから作成された計算書と図面ですので、この整合性のチェックに時間がかかりますしまた、手間もかかることになります。これをプラスレビットオプションを用いた場合、 最初からデータが共有されておりますので1つの変更に対して1回の変更データ変更で済みます。確認申請提出、確認申請許可の段階で計算書と図面の整合性の確認が必要なのは先ほどと変わりありませんが1つのデータから生成された計算書と図面の整合性になりますのでこのチェックについて。 大幅な省力化、時間短縮を見込むことができますこれがプラスレビットオプションを使っていただく Vim としての最大のメリットというふうに考えておりますプラスレビットオプションの操作の流れのご説明として操作のデモがございますレビットデータスタートとなっている動画ですが少しご覧いただきたいと思います ままず、アドインメニューを開きます。バスで構造計算を実行を選択します変換条件やプリチェックメッセージを続行、続行差分のログも続行としますと自動的にバス6が開きますこのデータは3層の左下の部分が床の張られていないものになっておりますでバス側で、 小針のスパンを確認したいと思います。今スパンは三百七十センチ三千七百ミリとなっております。で一度バス側で、えー、準備計算を行います。バスでのデータ変更を反映するためには一度準備計算か何か構造計算をしていただく必要がございます。 で今回は特にデータの変更はありませんが準備計算をしてレビットに戻ってまいりましたレビット側でも同じ位置の小針を確認したいと思いますバススと同じく小針のスパンは3700でしたこれをレビット側で変更したいと思います2000ミ、mm、リに変更します さらに床部材を配置したいと思います。今回は S15 を配置します。レビットで変更した部材がバス6に反映されているのか、もう一度バス6で構造計算を実行としたいと思います。 レビット側から自動的にバスシックスが起動しました。で、同じ位置を確認してみます。まず床部材の確認を行います。レビットと同じように S15 のスラブが配置されていることがお分かりいただけます。次に小針のスパンを確認します。<laughs> スパンが2000ミリ、まあ200センチに変更されております。 このように、ね、レビットで変更されたものをバスシックス側に反映することができるということをお分かりいただけたかと思います。それではここからプラスレビットオプションの機能についていくつかご紹介をしたいと思います。最初にマッピングテーブル編集です。マッピングテーブル編集とはバスのデータ、バス属性とレビットのデータ、レビット属性を対応させて関連付ける作業のことです。 例えば RC 針を例に取りたいと思います。BUS6 側では部材名を RC 針と言います。その中に項目というか入力項目パラメータ名がいくつかあるんですが今回はサタン上場一段筋 KD1 を例に取りたいと思います。こういった部材名やパラメータ名というのは BUS6 では決まっているもの固定になっているというふうになっております。一方、では、 ファミリーの名前を RC ハリパラメーター名をシタンウワバ一段筋 K1 としたりファミリーの名前を RC ガーダパラメーター名をサタンウワバ金 1D 一段 D1 というふうに好きなようにファミリー名をファミリー名やパラメーター名を命名定義することができます。 これらの関連付けを行うことをマッピングテーブル編集というふうに呼んでおりますプラスレビットオプションではこのマッピングテーブル編集の作業をできる限り簡単に行えるように工夫をいたしましたまずマッピングテーブル編集のダイアログを開きます左側のウィンドウでマッピングしたいカテゴリーを選択します 例えば、一番上のファミリーを選択しますと右側のウィンドウでは部材とファミリーのマッピングを行うことができます。ここでレビット属性でファミリー名を選択していただくんですがここはプルダウンメニューで表示することができます。候補と,候補となるファミリー名が表示されますのでキーボードでファミリー名を打ち込むような手間のかかる作業を省力化することができます。 左側のウィンドウに戻りまして、二段目より下の部材名を選択しますと、左右側ではバスの入力属性とファミリーのパラメータのマッピングを行うことができます。これも先ほどのファミリーのマッピングと同じように、レビット属性ではプルダウンメニューで。 候補となるパラメータを選択できますので、だいぶ省力化して、マッピングテーブル編集の作業を行っていただくことができるかと思います。そうは言いましても、マッピングテーブル編集でマッピングしていく項目というのは、かなりの数に上がります。そこで、プラス2ビットオプションでは、エクスポート機能、マッピングテーブルの編集の内容を、マッピングテーブルファイルとして保存できる機能。 そして、い、ま、と、あ、なっているインポート機能、マッピングテーブルファイルを読み込む機能、このエクスポート機能とインポート機能を設けることにいたしました。このエクスポート機能、インポート機能によって、まず最初にマッピングテーブルの編集を行い、それをエクスポートでマッピングテーブルファイルとして保存します。 次回からは上記のファイルをインポートして使用するというこの最初の1回だけマッピングテーブル編集を行えばあとは大丈夫というような機能を設けました例えば社内で複数の方がプラスレビットオプションを使用されている場合 テンプレートは同じものを使いになっていると思いますので最初にどなたかお一人マッピングテーブル編集をしていただきエクスポートでマッピングテーブルファイルを作っていただきますえ他の方はそのマッピングテーブルファイルを読み込んでいただいてご使用いただくというような方法ができることになりますそうなんですけれどもあのおそらく 大大体ののの会社でお使いいいいいいただいててるるるテンプレートととううは大元があるよななものになっているかと思いますそこで弊社は ST ブリッジリンクのテンプレートのバスマッピングファイルそれと日経設計様が公開している SBDT のテンプレートファイルにつきましてはバスマッピングファイルをご用意しております弊社ダウンロードページからダウンロードしていただくことができます また、プラスレビットオプションに同行のテンプレートファイル、バスレビットテンプレートをお使いになる場合には、マッピングテーブル編集は一切不要となっております。さらに、楽テンプレート用のバスマッピングファイルも、今後、対応してダウンロードしていただけるようにする予定でございます。次に、ハリレベルのリンクについてご紹介をいたします。ハリレベルについても、リンクができております。 バス側では逆張り配置または張りレベルで入力をしていただきます。レビット側ではオブジェクトの座標として反映されます。プロパティでご確認いただく場合はレベ,レベルオフセットに表示されることになります。で部材のよりについてもリンクができております。バス側ではより寸法の入力になります。レビットではオブジェクトの配置座標に反映をされます。 またバス側ではよりタイプといいまして、針の面と柱の面を合わせるといったよりタイプの入力ルールを選択することができます。この寄りの入力ルールについても、RVT ファイルの中に保持をしていますので、再度、バス6でモデルを開くと、寄りのルールを復元することができます。ルールを変更せずによりの寸法だけ変更,変更していただくことができます。 材料についてもデータ共有をしておりますバスシックスの符号データの材料とレビットのファミリーのマテリアルの設定をリンクさせておりますデータ共有の範囲をご紹介いたしますコンクリートは普通コンクリート1種軽量、2種軽量それぞれ実で規定されているコンクリートの範囲で3ニュートンごとの設計基準強度としております 鉄骨材質、鉄筋材質につきましても、バスで取り扱える材質について、全般的に対応しております。ただし、鉄筋材質につきましては、現状のレビットの一般的なファミリーなどを参考にいたしまして、マテリアルではなく、文字列パラメーターとしてデータ共有をしております。スラブ圧圧ゼゼロ、壁圧ゼロ壁ののデータ保持を行いました。この 壁厚ゼロ、スラブ厚ゼロなんですが構造計算モデルの入力では重量だけを見込みたいスラブや壁については壁厚またはスラブ厚をゼロとして入力することが多々あるかと思いますそのような場合に構造計算モデルのスラブ厚ゼロ壁厚ゼロのデータを保持できるように改ざんいたしましたスラブ厚ゼロの例をご紹介いたします例えばバスシックスのデータの方にスラブ厚ゼロの床がある場合 この構造計算モデルからデビットモデルを生成します。そうしますと、このスラバーツ0の床はインスタントしては生成いたしません。それをもう一度バスで構造計算実行といたしますと、保持されたスラバーツ0のデータを復元して、このスラバーツ0の荷重を見込んだ構造計算を行うことができます。例えば、このスラバーツ0の位置に、 レビット側で階段室を配置していただければこの階段というのは構造計算モデルの対象外となりますのでレバス側に行っても、まあ、バスのモデルに変換されることはございませんその部分にスラバーズゼロの床を配置していただければ階段室の重量を考慮した構造計算を行います 行うことができます。このようにセビットオプションをお使いいただけるかと思います。ここからは6月29日、今週月曜日に公開した機能のご紹介となります。まず基礎のデータ共有を行いました。繰り基礎、布の基礎、ベタ基礎、独立基礎に独立フーチング基礎について対応を行いました。 ただ区域基礎については基礎フーチングのみまず対応を行っておりまして杭については今後対応を予定しております。これにより基礎を含めた建物全体のデータ共有また基礎を含めた構造計算や建物と杭と一体計算が行えるようになります。基礎ののの部分のデータ共有についいてちょっとご紹介いたします。 これは対応予定の内容になりますが場所打ちコンクリート杭、交換杭、規制コンクリート杭について今後対応を予定しております現在の状況ですが基礎フーチングのみレビットオブジェクトとリンクしております杭についてはレビットモデルに変換は行いませんただしスラバーツ0と同じようにバスデータとしては保持してありますのでバスで構造計算をする際には復元をすることができます 次にベースプレートのデータ共有を行いました変換対象となっているのはまず在来工法のみになっておりますでアンカーボルト本数は各方向7本まで,で今回はアンカーボルトの座標入力は対象外とさせていただいております メーカー規制品も多くお使いにな,るなられることとが多いかと思いか思ます。メーカーカ品については今後対応を予定しております現時点ではレビットモデルには変化いたしませんがクイと同じようにバスデータとしては保持しておりますのでバスで構造計算する際に復元することができます延直ブレースの任意配置に対応いたしました延直ブレースの任意配置というのは 同一フレーム上の任意の2点を結ぶ延直ブレースの配置のことです。例えば多層にわたるブレース、屋根を吊るような吊りブレースについても対応ができるようになりました。それではここからいろいろいよいよレビットのサンプルデータを用いたプラスレビットオプションによる一貫構造計算ソフトの連携についてご紹介をいたします。本日ご紹介する内容です。 サンプルデータのレビットモデルスタートで構造計算モデルを生成します。で2番目といたしまして、スラバーツゼロの床荷重データの保持をご紹介いたしますで。3番目、先ほどご紹介いたしましたように、クイデータは今、銀行しておりませんが、バス6のクイデータの保持はできますので、その機能をご紹介いたします。で4番目、バス6で構造計算を行います。5番目、バス6で S, S H 型号のサイズと材質を変更しましてそれをレビットモデルに反映させます。でこれら5つについてデモの動画を作ってまいりましたので後ほどご覧いただきますで。今回のサンプルデータなんですが5スパン ×2 スパン 7, ×7 階建ての整形内装の建物になっておりプラスレビットオプションでは最適な建物と言えるかと思います。 基礎はクイ基礎は PHC グいでメーカーや製品は不詳となっておりましたですので今回バスシックスの方でクいの入力をするんですがそこでは PHC グいではなく場所打ちグいとして入力をさせていただきました部材はここにありますように角型交換柱 H 型鋼の針や小針片持ち針 RC 基礎針小針 基礎フーチング、クイ、ゲカ、ベタ基礎といったものから構成がされております。このサンプルデータなんですが、プラスレビットオプションを使い,いただく前に少し修正、または準備作業が必要となります。まず一つ目、変換対象外のインスタンスの解析モデルの有効を外します。プラスレビットオプションでは、 マッピングを行ったファミリーを使ったインスタンスであってもそのインスタンスの解析モデルを有効のチェックが外れているものについては構造計算の対象外というふうに見なしましてバスとのデータ変換の対象外としております例えば一つ目といたしまして屋上の画題これらについては解析モデルを有効のチェックを外しましたそして階段周りのスラブであったりあとあの スラブの間に小針がないようなもの、こちらについても工場計算できませんので、今回は解析モデルを有効のチェックを外しております。でこの階段周りなんですが、くの字になっているスラブがございます。そのようなものはバス6で計算ができませんので、解析モデルの有効を外しました。 そして両サイドの型持ちスラブと型持ち小針ですねこちらもバス6では計算できるんですがただ今プラスリビットオプションではリンクの対象外となっておりますこういった形状については今開発を進めておりますが今回はまだ未完成となっておりますので解析モデルを有効の軸を外しておりますそれと穴の開いているスラブ こちら2つ目、床インスタンスに型持ちスラブのプロパティを追加いたしまして、型持ちスラブの床インスタンスの型持ちスラブにチェックを入れました。これはプラスレビットオプションでは、一般の床と型持ちスラブについては、インスタンスの型持ちスラブというプロパティにチェックが入っているかどうかで判断をしております。 そのため床のインスタンスに型持ちスラブのプロパティを追加いたしましたそして、まあえー、上下にあります型、まあ、持ちスラブとなりうる、えー、スラブのインスタンスについては型持ちスラブのプロパティにチェックを入れました、えー、3つ目エスコバリのファミリーを統一い,いたしましたこちらのサンプルデータではエスコバリのファミリーに2つ使われておりました プラスエビットオプションでは S 小バリとミナスファミリーは一つとして一対でマッピングを行いますので S 小バのファミリーを一つになるように統一を行いました。床、ベタギソのファミリータイプ名の文字数を短縮いたしました。こちらは プラスレビットオプションでは床と豚ギその符号についてはファミリータイプ名とリンクをさせております。また、シック6ではこの符号を8文字以下というふうに規定しておりますのでこのファミリータイプ名が8文字以下になるように少し短縮をしました。最後にマッピングテーブル編集マッピングテーブル編集のファイルを作成して後ほどこのインポートするところをお見せしたいと思います。 これらについいてままず準備作業を行いましたそれではこの準備作業を行った後の実際のプラスレビットオプションの操作についてデモの動画がございますのでご覧いただきたいと思いますまずこのサンプルデータですねレビットのサンプルデータを開きます 見てお分かりのように区域基礎になっております2階構造不設で階段周りのスラブについて少しご紹介したいと思います緑のスラブなんですが、くの字になっておりますこのようなスラブは構造傾斜の対象外となっておりますのでこの,あの階段周りのワンスパン、ワンスパンの床については解析モデルの有効を外しております エレベーター周りであったり、その右側であったりするところも、今回は解析モデルを有効のチェックを外しておりますが、今回は例にとり、この階段室周りについて、スラバーズゼロのご紹介をしたいと思います。次に基礎を開きます。そうするとベタ基礎が配置されていることがわかります。 それではマッピングテーブル編集でインポートをしてみたいと思います。あらかじめマッピングテーブルファイルをご用意してありますのでそれをインポートします。最初に作ってしまえばあとはインポートするだけということになります。ファミリーパラメーターについても マッピングされていることがわかります。で材質についても少し確認します。でコンクリートは fc 二十一と fc 二十四の対応しております。で鉄骨なんですが少しあ、すみません鉄骨なんですが少しご紹介をさせていただきます。失礼いたしました。 ちょっっと戻ってししままいましたが鉄骨材質なんですが鉄骨材質は、えー、サンプルデータの場合大張りに SN490B SN をマッピングしておりますで。バスで構造計算を実行とします。 自動的にバスが開きましたまず 3D モデルを確認しますえクイ基礎のクイの部分がまだ見たいようになっておりますので独立独立フーチング基礎の形でバスデータが生成されているのがお分かりいただけるかと思います二層の付設を確認します 階段室の周りにスラバーツゼロのスラブを配置したいと思います。まずスラバーツゼロのスラブ形状を作ります。今回は形状名称を S 0 1としました。でスラバーツをゼロとします。で仕上げ重量やえ積載荷重で重量を見込む入力を行います。 もう1つ S02 も同じようにスラバーツ0として入力をします今回はこの階段の部分について別の名称を配置するために2つスラバーツ0のデータを用意しましたまず S01 を階段周りに配置しますそして S02 を階段の部分に配置します 同様に別の層についてもスラバーツゼロの床を配置します配置が終わりましたので 3D モデルで確認したいと思います。 青色になっているところがスラバーツゼロの部分です。次に階段室以外のレビットから転送まあ変換されてきた床部材形状についても積載荷重と仕上げ重量を入力したいと思います。荷重条件の入力になります。積載荷重番号は二番としております。 で仕上げ重量は五百というふうにしております。で荷重の入力が終わりました。次に基礎なんですけれども、まあ釘の部分が、えー、まだリンクされていないので独立基礎となっております。これをバス側で杭基礎に変更したいと思います。まず杭符号を作成します。 え、杭符号については、三種類、作成します。三種類の杭を作成しました。次に、杭符号、あ、杭基礎符号を作成します。え、杭基礎符号の符号名は、独立基礎と同じ名前にします。 基礎性やサイズコンクリートについてはレビットから転送変換されてきた独立基礎の符号を参考にして基礎フーチングレビットの基礎フーチングと同じものを入力しております。で独立基礎符号を削除しました。で次に区域層を配置していきます。 このような形でレビットモデルと変わらないように配置を行います。クイキソの基礎フーチングの部分についてはレビットのデータと変わらないようにしてクイキソ符号を作成配置しました。それでは 3D モデルで確認したいと思います。バスの 3D モデルはクイが1メーターしか表示されないのでちょっと短いですがクイが表示されていることがわかります。 それではここで、この Revit から生成された構造計算モデルの許容応力度計算を行いたいと思います。無事計算することができました。それではここで応力図を確認したいと思います。短期地震の X 方向のものになります。 ちゃんと応力計算もできていることがお分かりいただけるかと思います。でそれではレビットに戻ります。レビットに戻ってまいりました。まず、スラバーツゼロの入力、クイの入力、あと、 えー、レビットから生成した構造計算モデルの、えー、構造計算についてご覧いただきました、えー、次に、えー次,ですねえー、次にですね、えー、まだ一つ残っているレビットの S 貼りのサイズを変更バス側でサイズを変更するというところをお見せしたいと思います 今回は Y 1フレームの針について断面を変更したいと思います。Y 1フレームの RFL 回一番上ですね。一番上の上最上層の五スパンあるんですが、真ん中の3スパンについて針の断面と針の符号を変更したいと思います。あと材質ですね。材質も変更します。で元々は S N 4 9 0 B のマテリアルが設定されております。で寸法はこのようになっております。 でバスで構造計算を選択します。接点位置の判断基準をバスデータの接点以外に変更いたしましたで。これは一度バスデータを保持しているものについてはこのようにしていただくのがいいかと思います。レビット側で自動的にバスが開きました。 でまず先ほどレ、えー、ビットから変換した、えー、床について、えー、積載荷重番号と仕上げ重量を入力しましたので保持されているか確認します、えー、保持されていることがお分かりいただけるかと思いますで次に 3D モデルを確認しますここでスラバーズゼロとクイについて確認したいと思います がが復元されていいいるることとお分かかりいただけるかと思いますスラバーツロについてもバスデータが復元されておりますのでこの部分の重量を考慮してもう1回計算することができるということになりますそれでは S 針のサイズ材質の変更をしたいと思います今回は Y1 フレームの RFL 層について変更 を行います。まず S 針符号を追加します。えー、元となる RFL 層の G1 をコピーします。で、えー、断面筆法ですが、このように一回り小さく出しました。 鉄骨材質を SN490 から SN400 に変更します。で不合名ですが g 1バスという新しい不合名に変更して g 1バスという断面データを1つ追加したことになります。5スパンあるうちの真ん中の3スパンについて G1 バスに変更しました。SE が一回り小さくなっていることがお分かりいただけるかと思います。準備計算をしてデビットに戻ります。 そうするとレビット側でも一回り小さい G1 バスに変わっていることがお分かりいただけます。でタグが残せるというのも、えー、プラスレビットオプションの大きな特徴になっております。変更点だけを、えー、反映させますのでタグなどを消えてしまうことがございません。で材質もちょっと変えて SN400 に変わっておりました。で寸法も変更されております。 このようにバスで材質や寸法を変更したものをレビットに反映するということができるということを分かりいただけたかと思います。で最後に二つほどご紹介させていただきます。まずプラスレビットオプションの開発ロードマップです。現在フェーズ二になっておりまして基礎の対応が終わりました。その後クイその他の対応を行う予定でおります。そしてフェーズ三では機能強化 ユーザビリティの向上また構造モデラープラス NBUS7 の方にプラスレビットオプションを移行する予定がございますでこちらの構造モデラープラス NBUS7 なんですがこれは構造システムの新しい一貫構造計算ソフトとなっており BUS6 の後継のソフトとなっておりますで BUS6 と比べてより微分と親和性のあるソフトとなっております でその他対応予定の機能といたしまして上の2つはもうご紹介済みですがその他 SRC 部材のデータ共有ダミー部材の対応こういったものをこれから行っていく予定でおりますで最後にプラスレビットオプションとこれからのビームといたしまして3つほどご紹介をさせていただきますで1つ目ビームデータのクラウド化コラボレート作業での運用オートデスク様のビーム3 シクスティーデザインのように、ビムデータのクラウド化や、またコラボレート作業が進んでおります。その中でもプラスレビットオプションを運用できるように、より検証を行い、さらに改良をしていけたらと考えております。ビムサミットというレビットファミリーの仕様の共通化というものが進んでおります。 プラスレビットオプションでもビームサミットに対応していけたらと思っております。また一般的に使用されているラグテンプレートやその他のテンプレートの親和性も高めていきたいというふうに考えております。審査機関での こちらは清水建設様からご提供していただいた資料となっておりますえ本年の3月には清水建設様と日本建築センター様がビムによる確認申請自動審査の取り組みというのを発表されましたえその中の構造計算の分野でバス6プラスレビットオプションの2つをご使用いただきました このような流れは、これからますます広がっていくというふうに考えております。弊社といたしましても、確認申請でのビム運用に関して、より一層協力していけたらというふうに考えております。長くなってしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。